皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はコルクさんからギターをお借りすることができたので、この動画の中でベベッと皆様に紹介させていただこうと思うんですが、何をお借りしたかと申しますと、ベベーン、滝沢勝成大好きラグギターでございます。わー、ラグギター大好き。ラグギターのハイバイブというシリーズの THV30ACE というアコースティックギターなんですが、このアコースティックギターがとんでもないんですよ。もう半端ないんですよ。びっくりぶったまげ、おったまげなんですよ。だからこの動画見てると多分皆さんもご自身もね、そんなギターあるの、びっくりぶったまげみたいな感じになると思うんですよ。だから最後までね、動画楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですが、まあいろんな音をね、実演していきますので、ぜひとも最後までご覧いただけたら幸いでございます。とりあえず今このギターチューニングし終わって、シールドとか何も繋がらずに生音の状態でございます。これでまあ、ツルツルっとなんかコードを鳴らしてみましょうか。こんな感じの音です。いい感じです。じゃがじゃがとストロークをしてみましょう。こんな感じの音でございます。まあ聞いていただいて分かるようにもすごいいい音というか、まあ低音もしっかり出てるし、高音成分もきらびやかでね、音の立ち上がりも良いし、バランスもよく、まあ普通にアコースティックギターとしてね、すごい、いい音してるなって感じがしますし、僕自身もね、もう普通に弾いててとってもワクワクする感じの音でございます。なんかこの低音の説得力、良い、まあそんな感じの音なんですけども、いかがでしょうか。あんまり比較にはならないと思うんですけど、まあちょっとこれだけだとね、分かりづらいと思うんで、もう一本別のラグギターを弾いてみますと、まあ、こちらのギターは T70ACE というモデルでして、まあエントリーモデルなんでね、すごいめちゃめちゃ安いギターです。どんな音か。まあ低音の出方がだいぶ、まあこんな感じの音なんですけれども、まあね、弦の太さとかね、その弦高とか全然違うからさ、あんまり比較にはならないかもわかんないんだけれども、まあこんな感じの差があります。ちょっとこのギターも普通にめちゃめちゃお金かけてセッティングして、僕好みにしてて、なおかつすごい弾いてるからね、ちょっといい音しちゃってるんだけどもさ、まあ比較してみると、この低音の出方とか、その辺のこのまとまり感、ちょっと僕は説得力なんていう言い方をしているんですけども、まあ、そういうのが、ね、あるような感じがしますけども、いかがでしょうか。まあ、よければ皆様の感想とかもね、バシバシとコメントチャットしていただけたら幸いでございます。で、これがまあ普通のアコースティックギターの紹介なんですが、こっからです。このギターのやばいところはもうとんでもないですよ。やばいですよ。ちょっともう手っ取り早いから実演してみます。もうどういうことが起こるのか、このギターがとんでもない理由、いきますよ。おや
か鳴ってる。そうなんです。今これ全然何も繋いでないんですけども、実はこの中にスピーカーが入ってて、いろんなエフェクトをかけることができるんですよ。これなんか超すごいっすよね。みたいな感じっすよね。ちょっとこれ手元見えた方がいいっすね。ちょっと動画撮りましょう。手元を動画で広角で撮る私。あー、こんな感じかな。 OK、 レッツピクチャーインピクチャー、画面ドンズババババンドーン。まあこんな感じで、この手元にパネルがあって、ここでこのエフェクトの操作ができるんですよね。まずトップ画面まず見ましょうか。こんな感じでエフェクト、まず最初チューナー、エフェクト、ルーパー、プレイバック、メトロノーム、スピーカー、USB、ミディペダル、システムと、もうよくわかんないですよね。USB って悩んでんって話なんですけども。まあ順番に行きますと、チューナー、決定するとチューナーモードです。普通にチューニングができます。で、これを抜けまして、次、エフェクト。ここに入ると、まあ、各いろんなエフェクトをかけることができるんですよね。例えばリバーブ、このリバーブ量ここで調整して、このリバーブの音量ここで調整するとこんな感じ。すごくない？でコーラス、ディレイ、フェイザー、トレモロ、オクターバー、ディストーション、ブースト、すごいなってます。こんな感じ。個人的にこのね、オクターバがすごい楽しい。これ下げると、こんな感じでドゥーンって言うんですけど、で上げると、ニャーンって言うんですよ。ドゥーン、ニャーン、ドゥーン、ニャーン、ドゥーン、ドゥーン。上げるとミャミャン。こんな感じの音になるんです。すごい、めちゃめちゃなんかおもちゃとして楽しいですよね。で、さっきさりげなくメニューの中に出てきたやつ、気づいた方いらっしゃいますでしょうか。ちょっとエフェクトリバーブに戻して、ルーパーっていうモードがあるんですよ。ちょっとこれも画面お見せしよう。あ、ピクチャーインピクチャー、レッツスタート、ペペン。こんな感じ。このルーパーのモードに行くと、これ今ルーパー選んで、ルーパー決定します。ペイ。で、ここで、その、録音と再生のボタンが出てくるんですけど、これ録音すると、もちろん、ルーパーとして使うこともできるんですよ。どういうことって感じですけども。ちょっと、やってみましょう。3、4。わお！ルーピング！
この間にさっきのエフェクトの僕のお気に入りのオクターバーを登場させて、こんなこともできたりするわけでございます。すごくない？シンプルにすごくない？ちょっともう一回ごめん、画面、ピクチャーインピクチャーでちょっと画面をお見せしますね。レッツ録画スタート。こんな感じです。でこのルーパー抜けて、そのここでそのね、あの小説、今これ4小節でルーピングしましたけど、これね小説をですね、このガーッと上げて、なんか長、何小節もできるんだろうな。長っ。100小節までルーピングできます。100小節って何分ぐらいかかるんだろう、ちょっとわかんないですけど。だからあれですね、なんかこのジャズ的な要素のなんかそういう曲とかをですね、本当もうワンコーラス分バーッと録音することもできるという、そういうことでございますね。でまた面白いのが、この今ルーパーであの録音したじゃないですか。このプレイバックっていうところで、その実はね蓄積されておりまして、私が今そのテイクは7テイク6テイク5テイク蓄積されてまして、その過去にルーパーとして録音したものをここで呼び出すことができるんですよね。例えば一番最初のこのゼロとか、なんだろう、何が入ってんだろう、なんかノイズですね、ノイズが入ってます。でこの辺はあ、なんかちょっとさっきの練習のやつですね、そんなんとか。でこの削除とかもこの辺で管理ができるっていう、なんかそんな感じのあれでございますよ。すごくない？でメトロノームはもちろんそのままメトロノームでございますよ。でこの画面切り替えれば、それぞれ4分の4拍子とか、まあ、BPM とかを変えることができると。でスピーカーとか USB とかあるんですけども、これ実はですね、その USB 接続をすることによって、パソコン側からその音源をこの本体に送って、本体をスピーカープレイヤーとして使うこともできるんですよ。なんかいよいよよくわからなかったって感じがしますけれども、まあ、そんな感じなんです。でこの辺の MIDI に関してはちょっとごめんなさい、まだ全然調べられてないですけれども、なんか楽しいことができるんじゃないかなと思っております。はい、以上でございます。パロン。そんな可能性を秘めた今回ラグキットでございます。どう、僕がすごいこのとんでもギターだって言った理由がわかるでしょう。すごいでしょう。でちょっと紹介しそびれたけど、ここにそのインプット端子っていうのがあって、あのこのインプット端子にあの MP3 プレイヤーとかをつなぐと、普通にスピーカーとして使うこともできるんですよ。だからセッションとかね、なんかこう外でそのパフォーマンスとかするときも使えると思いますし、そんな使い方もできると。だから結構いろんな可能性を秘めてるとは思うんだけども、個人的に今のところ僕がヒットしているのは、さっきのあのオクターバーと、ディレイとあとルーパー、これが普通に僕の中でかなりヒットしております。このギターおもろみたいな感じで、おもちゃとして最高やんけみたいな感じですごくヒットしているという感じでございます。いかがでしょうか。結構ね、そのソロでパフォーマンスしたりとかね、野外パフォーマンスとかする方にとってはですね、嬉しい機能結構入ってるんじゃないかなと思います。この辺をね、うまく隠しできれば結構楽しいことできると思うので、ちょっと皆様の想像力を働かせて、いろんな可能性を探ってみていただけたら幸いでございます。そんな感じで今回の動画はラグギターハイバイブシリーズの THV30ACE のご紹介でございました。楽器屋さんでね、見かけたらね、ぜひはこの辺バーッといじくっていろんな音を鳴らしてみてくださいませ。こいつは面白いおもちゃだぜと、なること受け合いでございます。そんな感じで今回の動画は終わりにさせていただきましょう。長い動画最後までご視聴いただきましてありがとうございます。15分間。ありがとうございます。そんな感じでもし、楽器屋さんで見かけることありましたら触ってみてください。で、最後に、ご意見とかご感想とか何かありましたらね、お気軽にチャットとかコメントとかに残していただきますと、私のその動画の制作モチベーションが爆上がりしますので、ぜひともよかったら嬉しいコメント残していただけたら嬉しい、幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで今回はラグギターハイバイブシリーズ、THV30AC のご紹介でございました。また違うところでお会いいたしましょう。さようなら、グッバイ、じゃあね。